排気充実。排気充実のテクニックは昔高貴な家系の日本人がやっていました。その歴史はいつ始まったかわからないが、その勉強の難しさから裕福な人と理解できます。昔の日本は家族の中だけで各勉強をしました。それは刀から、つまり武士の家庭で行われていたのです。隙間は合気柔術の基本で、その意味は敵対する相手が刀を持っていても何もできない状態にするのです。それは単に水、火、天、地の4つだけを使うのです。昔の古い術の基本は調和と自分の中のエネルギー、つまりそれは気であり、宇宙から合気柔術の気が始まるのです。合気柔術の傾向は力を使わないので、年寄りや女の人が使います。この芸術は気力を使うので、格闘技であるが格闘しないで、関節技や不動金縛りの型などができるのです。合気柔術は源義満からいろいろな道ができ、そして別の流儀になりました。武芸の芸術の中ではそれも勉強をしています。風の流合気柔術の特徴は北の北海道より大きくなりました。この芸術の仕組みは高貴な特徴を持つようになりました。つまり大変な難しさも持っています。それはこれをやる人は体の調和が必要で、感情や感動は技術を遠くするのです。それで合気柔術は意味深く、兵法者の多くが風の流武芸を勉強しているのです。Thank you.